1個だけあのコンビ名候補、そうなんですよ、あのすごい人からもらってたんですよ。もらってるんですよ、こいつ、はい、というのも、はい、あの嵐の相葉雅紀さん、これ相葉くんから嵐の相葉くんの、僕あの1回ドラマで共演させてもらった時に、はい、あの1個もらってたんですよ。すごいですよ。というのもそのドラマの撮影中の休憩中にね、いろいろと僕があの休憩中にその端っこ座ってて、うん、そしたらちょ、おいでおいでよっつって、うん、そんな端っこのとこ座ってないで、ちょ誰か椅子出してあげてとか言って、そんな喋れるのが羨ましい。すごいじゃん、うん、めちゃくちゃ優しいの。めちゃくちゃ優しい。あのかっこよさでさ、うん、そんな優しさ出されたらさ、うん、もうへこむのよ逆に。だってもう勝てるとこ一個もないんだから。もうない、せめてな、せめてちょっと性格悪くあってくれると思ったけど、禁煙の楽屋でタバコ吸うぐらい、多分それぐらいのやってほしかった。そのくらいはしてほしい。ただもう100点、100点じゃん、すみません150点ぐらい。まあそうだな、100じゃ足りないわ。本当にすごい優しくてで、ちょおいでおいでっつって喋って、え、普段そのどんなあの活動してんのって言って、ああそう、いいよいいよ、そう、吉本無限大ホールとかでそのいろいろ漫才とかやってますっつって、はいはいはい、で、1個質問なんだけどさっつって、そのお笑い芸人さんってコンビ名ってどうやってつけとんのっつって、どうやってつけてるのって聞かれて、 なるほどね、あ、なんかその2人でなんか好きな単語つけてますとか、うん、なんかその2人でゆかりなあの、まあまあね、名前とかあるんですって言って、で、あの好きな歌手の、うん、好きな歌手アイドルとかの曲名とかからもらったりすることもありますっつって、はいはい、あ、そうなんだっつって、うん、あのでも僕こう見えて意外と嵐さん好きなんですっつって、いいよ、この顔ですいません、いろいろと嵐さん聞かせていただいております。えらい、えらい、これはえらい、ね、えらい、えらい、で、ちょっと、あ、ちょっとじゃあファンのとこ見せとこうと思って、あの途中下車っていう、途中下車っていう曲あるんですよ。途中下車っていう曲とかすごい好きなんですって、カーニバルナイトパート2っていう曲とかすごい好きなんですっつって、あ、もしよろしかったら僕今度カーニバルナイトとかってつけていいですか。お、踏み込んだわけよ。カーニバルナイト、あ、ちょっと嫌だけどな。まあまあまあ、でもなんかその怖いなとこ出そうと思ってね。まあまあ、そうそうね、あ、本当にタルミ君聞いてくれてるんだとかで、あ、よく知ってるねと、あ、本当に聞いてくれてるんだ、嬉しいわって、あ、そこら辺もらっていいですかねって言ったら、え、でもさ、それもっと有名な曲の方がいいんじゃない、向こうから。お、え、いいんですか、いいよいいよ、じゃあちょっと俺考えていいっつって、パーって考えて出してくれた曲が、あ、じゃあさ、ラブソースイートとかどうって言われたもんだから、あの、そっと耳を閉じましたすいません、すいません、あのさ、すいません、あの、ごめんなさい、ちょっと違うの、違うの、違う、めちゃくちゃいい曲よ。いや、まあ、分かる、あのさ、ちょっと、まあ、ちょっとな、この見た目のラブソースイートはもうちょっと